謎すぎるイーグルリバー事件。私は宇宙人の手作りパンケーキをもらいました。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり聞こうはイーグルリバー事件について紹介していこうと思います。もしもあなたが宇宙人に出会ったら、彼らにどんな言葉をかけますか？私は地球人ですと自己紹介してみる？それとも襲わないでくださいと命乞いをするのが賢明でしょうか？少なくとも得体の知れない宇宙人に対して、おいパンケーキをよこせと要求する人類は滅多にいないでしょう。今回ご紹介するイーグルリバー事件はまさに例外中の例外。着陸中の UFO を発見したとあるアメリカ人男性が、宇宙人から数枚のパンケーキをぶんどったという奇怪な事件となります。ある意味では数ある宇宙人騒動の中でもトップクラスに謎が多いこの事件。この動画ではイーグルリバー事件の全容と、この話とは切っても切り離せない妖精の存在について解説していきます。のんきにキャンプ中か、 UFO の中でパンケーキを焼いていた宇宙人。イーグルリバー事件の発生は1961年4月18日の午前11時過ぎのこと。アメリカ・ウィスコンシン州のイーグルリバー郊外に暮らす農夫ジョー・シモントン氏が事件の当事者となりました。ちなみに発見者の名前を取って、この事件はジョー・シモントン事件と呼ばれることもあります。シモントンはその日、鳥小屋の前に奇妙な乗り物が止まっているのを発見しました。止まっていたのは直径約9メートル、高さは約 3.5 メートルほどの UFO で、材質はクロームメッキに似た金属製でした。突然の違法駐車に驚いたシモントンが近づいてみると、 UFO の中には3人の搭乗員がいました。中にいたのはいずれも身長150センチ程度の小柄な男性で、見た目は20代のイタリア人のようだったといいます。彼らは一目で宇宙人とわかるほどの異形ではなく、肌の色が黒っぽいことと不思議な服を着ていることを除けば普通の人間のように見えました。シモントンに発見された3人組は逃げる素振りも見せず、彼に対して水が欲しいとジェスチャーで伝えてきました。言葉は通じませんでしたが、シモントンは彼らが持っていた水差しを受け取り、言われた通りに水を汲んできてやったそうです。水を持って帰ってきたシモントンは、宇宙人の一人が UFO の中でパンケーキを焼いているのに気がつきました。あろうことかシモントンはそれをよこせとジェスチャーで示し、宇宙人たちも特に抵抗せず4個のパンケーキを渡してくれました。宇宙人側としてももらった水の対価を置いていったつもりだったのかもしれません。水とパンケーキの交換が成立すると、宇宙人は UFO に乗り込みました。遭遇からおよそ5分後、 UFO はふわふわと浮き上がり、やがて南の方角へ向けて飛んでいってしまったのだといいます。残されたシモントンは宇宙人からもらったパンケーキを1枚だけ食べてみたそうです。気になるお味は、段ボールみたいな味がしてまずかったとのこと。宇宙人が料理下手だったのか、宇宙人の味覚が我々と異なるのかは分かりません。ここまで聞くと実に嘘っぽい話ですが、イーグルリバー事件の概要を聞いて皆さんはどんな感想を抱いたでしょうか？まあ賢明な現代人の皆様のことですから、なんだその話、嘘に決まってんだろと切り捨てる方が大半でしょう。筆者としてもイーグルリバー事件を初めて知った時は、幼児向けの絵本みたいな話だなとしか思いませんでした。
ところがこれ、当時のアメリカでは国を挙げての調査が行われた大事件だったんです。 UFO が立ち去った後、シモントンは UFO の出現を通報し、駆けつけたアメリカ空軍によって残りのパンケーキは回収されています。パンケーキは宇宙人の痕跡として食品医薬品研究所で分析されたほか、シモントンの農場でも宇宙人の痕跡が残っていないか入念な分析調査が行われました。結果、シモントンが宇宙人からもらったというパンケーキには塩分が一切含まれていないという事実が判明しています。これはそりゃまずいはずだという笑い話ではありません。食料品にはもともと少なからず塩分が含まれているものですから、それが一切検出されなかったというのはそれなりに異常なことです。もちろん意図的にかつ徹底的に塩分を抜いてパンケーキを作ることも不可能ではありませんが、普通の人はそんなまどろっこしい調理はしませんよね。そもそも片田舎に住む農夫の老人が宇宙人を見たと通報したくらいで、わざわざアメリカ空軍が駆けつけているのも冷静に考えれば奇妙です。普通ならボケ老人の見間違いだろうとあしらわれてしまいそうなものですよね。それをわざわざ軍隊がやってきて証拠品のパンケーキを回収していったとなると、アメリカの上層部はシモントンが見た宇宙人についてあらかじめ何らかの情報を握っていたと考えるのが妥当かもしれません。もともと宇宙人の行方を追っていたところにシモントンからの通報があり、慌てて軍を動員して追いかけてきたと考えると辻褄は合いそうですよね。南の方角へ飛んでいったという UFO のその後は報告されていませんが、果たしてアメリカ空軍は彼らを捕まえることができたのでしょうか。イーグルリバーに現れたのは宇宙人ではなく妖精だった。概要だけ聞くと実にバカバカしいイーグルリバー事件が今になっても語り継がれているのにはもう一つ重要な訳があります。それはこの事件がヨーロッパに広く知られている妖精信仰と奇妙なほど一致しているからです。ヨーロッパには今でも妖精の存在を信じている人がたくさんいます。言い伝えられている妖精の特徴は地域によって異なりますが、多くの地域に共通して見られるのが妖精と出会った人間が水と食料を交換するという物語。またこうした伝承には妖精は塩分を嫌うため、妖精からもらった食料には塩分が含まれていないというオチがついていることが多いのです。このことからイーグルリバー事件で目撃されたのは宇宙人ではなく妖精であったと考える人が少なからずいるわけですね。妖精って UFO に乗るの？とか聞かれてしまうと何とも答えようがありませんが、そしてもう一つ、イーグルリバー事件に深く関係する面白いデータが存在します。アメリカやヨーロッパ諸国では1800年代までに頻繁に妖精の目撃情報や事件が発生していました。しかし近代化とともに妖精を見たと証言するものは少なくなり、代わりに宇宙人を見たという目撃情報が多発するようになっています。妖精の目撃の減少と宇宙人の目撃の増加はグラフ化すると面白いほど反比例しているのです。このことから諸外国において従来は妖精と呼ばれていたものが人間側の認識の変化で宇宙人と呼ばれるようになっただけなのではないかという説が成り立ちました。これが本当なら世界各地に残る妖精伝承がそのまま過去の宇宙人目撃情報のデータに変換されることになり、宇宙人の正体を探る大きな鍵になるかもしれません。つまりイーグルリバー事件は妖精イコール宇宙人説の代表的な事例として語り継がれているわけですね。そういうふうに捉えると、この一見バカバカしい事件が重要視されている理由も少しは理解できるのではないでしょうか。まとめ、
農夫が宇宙人からパンケーキをもらった事件がある。宇宙人のパンケーキには塩分が一切含まれていなかった。当時のアメリカ空軍はなぜか慌てて調査しに来ていた。宇宙人の正体はかつて妖精と呼ばれていたものかもしれない。宇宙人騒動の中にはイーグルリバー事件のように完全に嘘だろとしか思えないような突飛な事件がしばしば存在します。この事件だって一般的にはボケた老人の幻覚、旅行中のイタリア人の見間違いなど現実的な解釈で片付けられることが多いですしね。しかしこうした謎すぎる事件の裏にも一かけらの真実が紛れ込んでいるかもしれないと思ってしまうのがオカルト好きのサガだったりします。老いた農夫が宇宙人からパンケーキをもらったイーグルリバー事件、あなたならこの事件をどのように解釈しますか？最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか？こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。